必須アミノ酸とは、タンパク質を構成するアミノ酸のうち、その動物の体内で十分な量を合成できず、栄養分として摂取しなければならないアミノ酸のこと。必要アミノ酸、不可欠アミノ酸とも言う。人では、一般に次の8種ないし、ジンを追加した9種類が、必須アミノ酸に含まれる。必須アミノ酸はいずれも L、L マイナス型で有効ではあるが、体内では、 アミノ酸オキシダーゼとアミノトランスフェラーゼの作用により、D マイナス型と L マイナス型の相互変換が可能な、ため、D マイナス型のアミノ酸でも良い。また、相当するアルファーケト酸やアルファーヒドロキシ酸で代替できるものもある。ヒスチジンの生合成は、ホスホリボシル ATP から4段階の反応を経て、イミダゾールグリセロールリン酸となり、さらにこれが5段階の反応を経て、 ヒスチジンとなる経路であるが、この経路ではグルタミンを途中原料として消費し、ヒスチジン1モルを生成するために42モルの ATP を消費する。したがってヒスチジンは人からでの生合成が遅い、ため、FAO や風は1985年に、これを必須アミノ酸と位置づけている。また急速な発育をする幼児にあっては生、合成だけでは不足する可能性があるため、 食事で供給することが望ましいアミノ酸である。またアルギニンも体内で合成され、成人では必須アミノ酸ではあるが、成長の早い乳幼児期では体内での合成量が十分でなく不足しやすいため、アルギニンとヒスチジンは純必須アミノ酸と呼ばれる。同様の理由からシステインとチロシンも純必須アミノ酸として扱われる場合もある。 純必須アミノ酸も必須アミノ酸として扱われることが多い。また逆に、これら純必須アミノ酸と対比するため、全質の9種のアミノ酸を完全必須アミノ酸と呼ぶこともある。風による必須アミノ酸の成人向け一日あたり推奨摂取量を以下に示す。3歳以上の子供向けでは、成人向け摂取量より10%から20%ほど多くなり、 例祭事では、成人向け摂取量より150%ほど高くなる。白米のアミノ酸、スコア小麦粉のアミノ酸、スコアトうモロコシのアミノ酸、スコア大豆のアミノ酸、スコア必須アミノ酸は、全種類をバランスよく摂取しないと有効利用されない。これについては、アミノ酸の桶という例を挙げて説明されることが多い。つまり9種類のうち、一番含有量の少ない。 アミノ酸を一番背の低いオケ板に例えて、いくら満杯にしようとしてもそこから水が流れてしまう、イコールアミノ酸の含有バランスが悪い、ということになる。必須アミノ酸をバランスよく含む食物ほどスコアが高いと表現される。食品単体ではなく、食事という視点からでは1日のうちの食品中のアミノ酸を合計したもので、バランスが取れればよい。そのため、単体では、 バランスの悪い穀物と豆も、その組み合わせで、バランスが良くなる。なぜなら、穀物は、トリプトファン、メチオニンが多く、豆は、イソロイシン、リジンが多いため互いに補い合うことができるからである。日本で使われてきた必須アミノ酸のバランスを示す、スコアは3種類ある。1957年のプロテインスコア、アミノ酸スコアの1973年版。 同じくアミノ酸スコアの1985年版である。プロテインスコアは1957年に FAO がタンパク質必要量の国際的基準として最初に発表したもので幾度もの修正が加えられる前の古いスコアである。アミノ酸スコアは1973年にフーと FAO が発表したものである。日本では1982年の 日本食品標準成分表の4体で採用されている。アミノ酸、スコア1985年版は、フー、FAO、UNU の3社が発表したもので、1989年に FAO、フー合同専門家会議により1985年版のスコアが妥当であるとされ現在広く用いられている。2000年の日本食品標準成分表の固定もこれを、 採用している。1973年版と1985年版との大きな違いは、大豆のアミノ酸スコアを前者は86、後者は100としていることである。アメリカの FDA ではさらに消化吸収率を考慮したプドケースが採用されている。動物の種類によって必須アミノ酸の種類は異なっている。例えば、ありがとうございます。